がやりたいい、ことが見つからない将来どうしていいかわからない自分には何の能力もないという人が自分にとってのね最高の熱くなれる人生のテーマを見つけるっていう最高の方法そして合理的な方法そしてまた唯一の方法は何かというと目の前に降ってきた仕事を全力でやるっていうことなんですよ。 ペンネームあっくん二十代の男性から頂い,いたお悩みです初めましていつも住職の動画を拝見しておりますお忙しい中大変恐れ入りますがこの度私の悩みをお聞きいただければと思いメッセージをお送りしました私はこの約半年ほど消えてなくなりたい死んでしまいたいと考えておりますこの先どう生きてばいけば良いのか分からず 将来の夢やや目標やりたいいこことと実現したたなどありませんただ日々を生きているだけです中学時代にいじめを経験して以来事あるごとに死にたいという思いが込み上げてきますがこの半年は特に辛いですこれまでの経歴を簡単に話しますと新卒で就職した企業を短期間で退職し海外へ短期留学ただ明確な目標があるわけではなく 漠然と海外にたたたかったためです自分のつまらない人生に楽しい思い出を作りたいといった単純な気持ちもありました留学は楽しく現地で多くの方との触れ合いがあり良い経験になりました帰国後は再就職活動をして現在の会社に勤めるに至りましたその就職活動の際思ったような結果がなかなか出ず半年近い時間がかかりましたその時期から 辛さゆえに死に死たたいといいとう思いが出始めましたそして現在会社の日々の業務業界製品について覚えることがあまりに多くあり頭の中が混乱をきたしております。この会社で長くやっていけるのだろうか、という不安でいっぱいです。それと同時に自分の今後の人生はどうするのか親はいずれ先に亡くなる私は未婚なので結婚はどうするのか。 人生設計、将来設計が全く描けておりません自分は何をやっているのだろう何のために、なぜ生きているのだろうと日々考えております時間を戻せるものなら、過去に戻ってやり直したいと考えたりもします常に孤独感や悲しみもあります自分はただ甘えているだけなのでしょうかどうすればこの死にたい、消えてしまいたいという思いを払拭できるのでしょうか乱文にて恐れ入ります 住職にご教示いただけると幸いでございます。破相愛というのは修行僧が吐き古してボロボロになったわら造りのことを言います。いろいろなところを暗ギャして修行を重ねたその証が破相愛です。悪苦の問題は何か。 ととととといいいうう破愛を重ねてきた経験がないということなこんだと思いますそれはどういうことかというと、まあ、いじめられた経験就職活動で思うようにいかなかった経験だけれど今ちゃんと就職できているしかも半年で海外から帰ってきて仕事が見つかっている。 悪くんは自分のことを卑下しますが私は悪くんにはそれなりの能力がある人なんだろうと思います海外に留学している時もそちらで楽しく過ごせてた社会性もあるんでしょうしやればできる人なんだと思いますただ悪くんの問題は履き古した草履がないっていうこと藁草履を履いてそれを徹底的に 吐きるすということなくさまざまな理由をつけてポンポンと次へ渡り歩いてしまう今「悪28」になったということですがこれまではそれもありだと思います決してこれまでの人生が悪いということではないけれどもこれからは何でもいいけれども大きなことでなくてもいいけれどもいやむしろ大きなことでない方がいい。目的もなく ただ日々を何とか生きている目的なんか今いらないですよけれども日々目の前のことその中でも自分が特にこれならちょっと面白いと思うかなと思うこと何でもいいんです必要に迫られていることそれを死ぬ気でやってみるという必要があるんじゃないかと思うんです悪に対しての処方箋は将来に対しての夢なんかなくていいと。 人人生生設計、人生計画、別に今はなくていいんです今の会社に行って働く目的もなく物覚えも悪いなかなか作業もうまくできないだけど会社に行っているこの自分の仕事の中に一点でいいので死ぬ気で続けてやってみる何かこれは処方箋です悪に限らずね自分がやりたいことが見つからない 将来どうしていいいか分からない自分には何の能力もないという人が自分にとってのね最高の熱くなれる人生のテーマを見つけるっていう最高の方法そして合理的な方法そしてまた唯一の方法は何かというと目の前に降ってきた仕事を全力でやるっていうことなんですよ。へ、えー、って思うかもしれません。何かしらこう計画を立てて 先を見通してグランドビジョンを描いてそれに向かって物事を進めていくそういうことをねなんかいっぱい知識として聞きすぎてるんですでもそれはもうちょっと先ににでできるるようにななことなんですねグランドビジョンを描けててグランドビジョンなんか描けませんよ普通の人破損愛をボロボロになったわらじを一足でも履いたことがない人が何が人生設計ですか できるわけがない誰だって自分の人生大事ですから何かこう自分の一度しかない人生を有意義に過ごしたいと思いますよそれはそういう欲がありますよだからねそれを一度きりしかない人生は自分が最高にやりがいがあると思えることに出会ってそれをやりたいと思うけども残念ながらその最高に自分が 自分の人生を捧げてできるというようなことになかなか巡り会えないそうやってみんな悩むわけですその時にベストな方法は何かどういう行動をとるべきかこれも一個しかないんです目の前に降りかかってきた仕事それからどんなことでもいいそれは覚えが悪いとかなかなか習得できないそれは問題じゃないんですそれに対して自分がねもう死ぬ気で全力で 分かっても分からなくても物覚えが悪くても上司から叱られてもそれをやるともう絶対に逃げずにこれを自分はやってやるぞっていうことを自分で決めてそこに死ぬ気で取り組むということができるかどうかそれをやってるうちにボロボロロの履を一足履き潰すことになるわけです。これが新品のうちにねこれは自分に合ってるかとか将来はとか人生設計とか。 まずわぞ通り一足吐き潰すということをしてみてください,いやそうこうしているうちに人生が終わってしまうとそのダラダラやるから人生終わるんです1年2年3年とにかく余計なことを考えずに今の自分の仕事をやってても将来があるかあるかないかなんか分かんないんですよそこから広がってくるもんなんです私の知っている人に限らず世の中で何かしら自分が やりがいを持って何かことにね、本当に充実して取り組んでいる人とかある一定の成果を出している人みんな破損愛で笑うぞおり吐き潰してますからじゃみんな聞いてみると言いますよ「いや昔あれをやったことがその時はね自分の将来の人生にとって何か役に立つかなんか全然思ってなかったけれどもあの時あの嫌な上司にあの仕事をねやれと言われてでもしょうがないから一生懸命やってたということが今の ビジネスのヒントにつながってまますすと、みんな言いますよよく人生に無駄はないと言いますけれどもそれが無駄だったということを言う人もいるわけじゃないですかいやそうじゃないと無駄はあるよそこでみんな考え揺れるんですでもね本当に人生に無駄はない無駄な時間と無駄なことをしてるあるいは迷ってるこれ無駄です、ね、友達と誰かの悪口を言ってるとか部屋にこもってずっと迷ってるとか 迷うんだったら一生懸命迷った方がいいです。頭が痛くて吐きそうになるぐらい、もうは戻すぐらい迷った方がいいです。それを中途半端にやるということが無駄なんです。ダラダラしているとか、誰かに対して不満をぶつけながらやっているとか、そういうことは無駄です。だけれども、一生懸命取り組んでいることであれば、それが無駄になることはないんですね。どんなに小さなことであっても。先日ふと車の運転してたらその。 テレビであるパン屋さんの女の子のことをやってたんです取材してたんですそれは何かって言ったらその地域の人の中でねこの人すごいと思う人を番組が探して紹介するでもそのあるパン屋さんの女の子なんですけどひょっとしたら見られたことあくも見たかもしれませんがあのパン屋さんので働いてるでその人がね ものすごいいレジ打ちが早いんですってでもお店にある100種類以上のパンの値段と名前を全部覚えていてでやっぱりお昼時とか混み合う時間帯ってあるんですけどこの時にねやっぱお客さんを待たせたくないっていうことでレジを打つスピードをもう自分でどん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 速くしていったんですで、これがものすごい気持ちいいぐらいのスピードでダーって打ってで全部商品覚えてますからで、これをねお客さんたちは見てるわけですね。でそれで まあ、テレビでで取り上げられてて多分、なんかでも出てくると思うのねレジ打ち早いパン屋さんなん,かなんかキーワードを入れると出てきますから私もそのタイトルわかんないかん忘れてしまったんですけどでもねいやー私自分の会社にこういう子欲しいってやっぱ思いますもんたかがレジ打ちですよなんだレジ打ちかって思わずそれ子言ってました「これ何の人生に役に立ちません」立つんですそういうことができる子っていうことが子が人が 必ず人は見てますすから何ででもいいんですそれはコピー取りであってもお茶汲みであってもコーヒー入れであっても何でもいいんですいやこんな仕事って言うんですけどコーヒーを入れるお茶を汲むっていう雑務と言われる仕事であってもそれをね気持ちよく何かこう頭一つ抜きんでるぐらい突出してできる人っていうのは必ずそれを見てる人がいます。っていうか見せつけられるわけですイヤーなわらーシーに。 たのかっていうことが見えるわけです。ボロボロになった草履。何か一つ勉強して、ボロボロになるまでノートを使う。ボロボロになるまで辞書を使って勉強した。たかがそんなことでもいいので。ボロボロになるまで。それをやる。<music> 私昔。あの。塾をやって。子供たちを教えてた時あるんですね。で、今みたいなインターネットとか。 あそれこそ YouTube とか分かりやすい教材とかないんですよでまあ教えてた子の中でね自分は物覚えも悪いし勉強もできないしって言ってすごいやる気をなくしてた子がいたんですでその子に私言ったんですねやっぱり勉強をしようと思った時に先生のところに勉強に来てるのは1週間のうちにわずか1時間とかじゃないですかで勉強ってやっぱり基本的に自分でするものなんですよ面白いい先生がいる 教え方がすごく上手な先生がいる一緒に勉強する仲間がいるまあいろんなことはもち,もちろんモチベーションにはなりましょうが最終的には自分で勉強するものなんですで、その時に必ず勉強していけば何回後と言われる自分が知らない言葉とか難しい言葉とかに出会ったりするわけですそうするとそれが自分の中に入るまでに時間かかるわけですねで、勉強はできない人ってもう皆さんね まあ、もちろん、やる気がないとか、能力がないとか、も,もちろんそういうこともあるかもしれませんが、わからないことに突き当たったときに、みんなそこから先止まってしまうんですね。だから、私はその子に辞書を買ってプレゼントしました。で、これはもう本当に最低限の辞書なので、でもそれがね、文章を読みながら、あの、英語の辞書なんですけど、そう、英語が苦手だったので、文章を読みながら、 片手でその分からない単語を突き当たったら教科書から目を離さずに片手で大体その単語が出てくる位置が分かるというぐらい辞書引けって言ってとにかく他のことを全部やらなくていいから辞書の引きの練習だけしろって言って辞書引きの練習だけさせたんですよ。そそね、もう本当にそれだけ一生懸命やりました 真っ黒になるまで、手垢で真っ黒になって、ビリビリになるまで辞書を引きました。で、最終的に、一年ぐらい、そのトレーニングを本人続けて。もう、本当に片手で。英単語出てきたら、バーって片手で、大体の場所を。だから、辞書を引くスピードは速いんです。要するに、わからないことが、ないことが出てきたら、それを調べるまでのスピードが速いので。それを調べるっていうこと、ものすごい速くやるんです。まあ、その後。まあ、彼も、私の元を離れてね。 未だに年賀状来るんですけど何をやってるかっていったら先生にいろいろ教えてもらってあの、だけど残念ながら英語はあまり上達しなかったとだけれど何かその後海外に大きくなってね一人で旅をした時にすごいドイツが好きででドイツに住んでそして徹底的にドイツ語を勉強して。 ドイツ語の通訳さんとして、すごい活躍しているそうです。私が彼に。言ったことは、破相愛なんですよ。辞書でも、何でもいい。自分が何か一つボロボロになるまで、それをやり込んだ。という証ができるところまでやりなさい。っていうことを、彼には伝えたかった。彼はそれをやった。り <laughs> 辞書をボロボロになるまで引くっていうことです。まあ、今は辞書じゃなくて、なんか、いたねとか、いろいろありますけど。でも、それが破相愛な。んです あっくんね、私からの処方箋は先のことを考えなくていい将来の人生設計そんなもの今は出てこないですよ一生懸命考えてみたところで出てこないまずあっくんがやらなければいけないことは何でもいいから今自分が関わっていることの中で発想愛を作るということですボロボロになった造りそれはボロボロになるまで歩けっていうことですね これは何な分からないけど何か一つ会社でやらなければいけないことでいいのでそれを覚えるまで分かっても分からなくても時間がかかってもなかなか他の人はこんだけのスピードだと自分はそれをこのスピードで覚えられない他の人はもっと早く覚えてるそ,れはそれはいいんですよ他の人は他の人だけど自分が一生懸命何か自分の関わっていることでやると。 それをやったことによってそれが振り返ってみた時に3か月1年した時にボロボロの柄揃りがそこに転がっているという状態を作ることが目的いいです覚えられる覚えられないできるできるようになるそれは別でも必ず何か一点決めてそのことをやったときにそれは時間がかかってもねどんな人でも時間をかければ成果が出てくるはずなんです。これをを何かにおいて発想愛を わらぞおりを掃きふるしたことがない人にはその次がないだけどもこの破損愛を掃きふるすという経験をしていくと必ずそこからその先の未来が出てくるんですそしてその先の目標が出てくるんです面白いもんですだから目標を立てたりあれを立てること志を立てることが先ではなくて破損愛を藁揃りをボロボロに掃きふるすそれ何でもいいんですとにかくでもね ボロボロになるまでわらぞおりをををききるすすすボボロボロになるまでで辞書引き尽くすこれをやってほしいんです先ほどのレジ打ちのパン屋さんの女の子じゃないけれども日常生活の中にそれができることっていっぱいあるはずなんですいやこんなこと将来の役に立つのそんなこと考える必要ないんです必ず立ちますから私の知ってる人であのアルバイトでね配達のアルバイトをしてあの ラーメン屋さんのね配達のアルバイトをしてそれでオートバイの試験場の教官になっちゃった人いますけどあの本当にねこんなことがっていうことが将来どこでどう回り回って直接的にあるいは間接的にでもつながってくるかとか分からないんですよ人生って。でも悪28今ここでね夢中になって何か一点決めて自分の。 今の日常生活の中でこれなら自分できるかなそれがすごいこととかすごいことじゃなく大きいこと小さいこと関係ないんですでも明らかにそれをやることが自分は楽しいとかこれをやることによって職場で役に立てるとかお客さんが助かるとか会社が助かるとかそういうね社会性と照らし合わせて誰かを楽にすることであればなおいいですね何でもいい 一点、発想愛それを作ってみてくださいそこから先必ず開けてくるものがあります頑張ってください応援してます